村瀬次蔵村瀬次蔵は、怪獣などのぬいぐるみ、造形物制作者、造形会社ツ、エニー代表、北海道出身、水穂町を拠点に活動している。23歳で上京し、1958年に、東方木沼田撮影所へ入社。同年の、大怪獣、バランや、1963年の、マタンゴなどの着ぐるみ造形を女子として手掛ける一方、 1965年には、知人の劇団へ移籍するという形で五社協定を乗り越え、大英発の怪獣映画となる大怪獣ガメラも手掛けた。この仕事をきっかけに、東方から独立して、エキスプロダクションの設立に参加し、テレビの怪獣ブースカやキャプテンウルトラなどを担当した後、1968年には、韓国発の怪獣映画、大怪獣四狩り、 1969年には、台湾映画、健康三欠との造形も手掛けている。1970年に開催された日本、万国博覧会のテーマ館、太陽の塔内部、生命の木の恐竜をいくつか手掛けている。1972年には、エキスプロから独立し、造形美術会社ツエニーを設立。折からの変身怪獣ブームに伴って、仮面ライダー、 超人バロム1、ウルトラマンエース、人造人間、キカイダー、くれくれたコラなどを手掛けることになり、1976年には、香港のショーブラザーズに招かれて、ジャオ王氏の造形を担当。翌年の1977年には、北京原人の逆襲の造形以外にも、ひだるまとなった北京原人が、高層ビルのセットから落下する場面のスタントも、演じている。その後は、 デート対戦やゴジラ VS キングギドラなどのセットや造形を手掛けた。現在は映画、テレビ以外にも CM 映像や劇団式の舞台造形、美術など幅広い活躍をしている。ありがとうございます。